静岡地検沼津支部は強制売接や盗撮の罪で裁判中の静岡県富士宮市の元市議の男を児童ポルノ規制法違反の罪で追起訴しました4度目の起訴です追起訴されたのは元富士宮市議の41歳の男です起訴状によりますと元市議は 今年5月、児童ポルノの DVDR2 枚を所持してていいたとされています元市議は2018年2月ごろに静岡県東部で小学生の女子にわいせつな行為をした罪や去年9月に当時8歳の女子児童のスカートの中を盗撮した罪などに問われ現在、裁判が続いておりこれで4度目の起訴になります。